はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。で、毎日動画頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、いかがですか？これ、ふざけちゃってるかもしんないけど、勉強って大変じゃん。トミーとかもそうだし。まあそうだね、大変だ。でーす。テスト勉強な。春休みが近いじゃないですか。宿題がたくさん出るじゃん。まあ出るんだろうね。最強のアプリ見つけたんですよ。最強のアプリ見して。これだね。うん、これ開くと、こうなるんですよ。バーみたいなのあんじゃん。ここに、数式を移すと答えが出るっていう。最強じゃねえか最強じゃねえかおい。ドリルなんだ。最強だ。ベーベーマガマガしい名前のドリルっていうやつドリルって書いてあるな。何なんだ。こう上からこうやってやってピッてやってこうやってくるって書いていったんこれの強さ、ね、凄さをみんなに見せます。こうね、こうすると8、これとかちょっとややこしいじゃん。まあ6なんだけど多分6。なるほどね。このスピードで出んのよ。めっちゃ早いな。電卓より絶対いいじゃん。うん。でも例えば頭でやった方が早いけど。これとかは？これ都立入試らしいの。この問題ね。そこそこ難しい。はい、5で、かつこの 92% が解けない問題ってのがあるんですよ。うん。ちょっと話題になったこれ、うん、こういうのもこうやってやるだけで50、うん、これですね。はい、で今から東大の問題解きます。東大の問題解けたら夢あるね。これさ、めちゃくちゃ難しそうじゃん。うん、 X とか入ってる。多分こんなん知らない人いるし、うん、これもはい、もうすげえ出てるでしょ。3分の4。うん、なんだろうな、論述がすごい多いから東大って。だから東大は論述しかないぐらい、うん、いやだから今のも結局文章を読み取った人が式にしてくれてるから、その力は必要。てかこれ今さ答えだけ出したけど、うん、途中式ない人東大全部罰だから。えこれ普通に捕まる、これやったら。これね、恐怖のアプリだと思うよ。確かに、これがどんどんさ、その強くなっていったらさ、で解けない問題教えてくださいって書いてあるから、どんどんその頭いい人がデータを仕込んで。シリと一緒だね。答えがないものをやるときに使ってください。そう、答え合わせ的な、ね、だから要するに、まあ、自己採点でね。そうそうそう、そうしたらこの動画がいい動画になる。はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。始まりました。